食べてほしい。あんま生食わんほしい。お店の牡蠣全部食べ尽くそうだよっていう、そんな企画だよね。すごいですね、もう早い。やべ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 、いや、まさかの負けるぞ。あ、こちら3番目が、うん、俺ちょっと店潰れるんちゃうか。先行予約中、プレゼントも割引もあるよー、あるよー。カメラ見ててよ。よくないしね、大和木食い大会11月から大体4月の末までこの四日市で牡蠣食べ放題、うん、できるようにしたいなと思って、うん、で今ちょうど2月やね、うん、もうプリプリの牡蠣の時期なんで、うん、今日はいっぱい食べててください。おー、はい、で、このお姉さんと2人やったら、うん、私のお友達で、はい、牡蠣大好きな、うん、お二人を助っ人に呼びまして、今日はお店の牡蠣全部食べ尽くそうぜっていう、うん、そんな企画だよね。いわゆる大食い対決で俺らに勝てるって言ってるらしいじゃん。いや、任せてください。大丈夫ですか？任せてください。まま食いますよこいつら。まあ大体85個は食べたことある。すごい、全然遅いのに。あ、まだ遅いのか。私は50個。50個、82歳で50個だもんね。ここは何、戻りなりいくらで食べ放題？牡蠣食べ放題3種類あって、スタンダードとプレミアムと、プレミアムの生と蒸しが両方食べれるってやつもとあって、今日はスタンダードの牡蠣を用意させていただきます。産地が違って、スタンダードの牡蠣はブリンブリンの詰まってる牡蠣もあれば、ちょっと外れもあったりして、ちょっとちっちゃいのもあって、なんでいっぱい入ってるわって言って、ちょっと会話を楽しみながら、これ見てとか、しょぼいなみたいな感じの牡蠣が両方あるような感じで、一回聞かしまおうか。で、プレミアムは全部プリプリの、あ、それを決めれるんだ。金額の違いでプレミアムかいい牡蠣か。で、今回はもちろんプレミアムでしょ。今日はプレミアム。これは、あ、これ一回どうしよう。ちょっとこれ食べたら、次はプレミアムでしょ。あ、だからね。あ、なるほど。じゃあもう生もつけるわ。あ、なるほどね。生牡蠣も今日は急遽変更で、スタンダードからプレミアムで生牡蠣も食べ放題にします。おお。そしてここは牡蠣アレルギーでしょ。はい、ここ食べる。牡蠣アレルギー。で、俺はちょっと昔のやつでちょっと体壊したもんね。ちょっとあんまり大食いはちょっとやろうかな。なんで牡蠣食べれん人のためにも、他のメニューも食べれるメニューもあるもんで。四日市の？四日市の琉球ダイニング風通し万中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ準備していただいていいですか？ここ3人と、ここ3人対、まあ2人だけど、まあ1人1人。超結構多いだろ。僕は結構。そうだな。前のなんかちゃんぽんの時に。いきますよ。いただきます。牡蠣大食い大会、よーい、乾杯。よーい、乾杯。やばい、乾杯。おー、酔ったわ。いい、乾杯、乾杯。食べる気ない。これ料理じゃないの？食べないの？おー、美味しそう。いただきます。もう食べる。岡部が結構いい勝負だったりさ。今食べましたね。簡単と戦いが始まりました。みんな食べらない。簡単と戦いが始まっております。美味しい。ガラいで欲しいな。簡単な自己紹介お願いします。すごいです、もう食べたんですよ。早い。早いの、ね、いっぱい食べる。食べてみようかな。はい、開けるの。もう2月に入ってから今日で牡蠣の食べ放題3回目です。へぇ、マジですか。はい、あのちょっと会社とかも聞いたけど、どんな仕事してるんですか。あ、会社株式会社。最後の上に今食べてるんですよ。なんか邪魔したらあれかなと思って。ありがとう。めっちゃ早いもん。めっちゃ早い、やばいぞ。めちゃくちゃ早い。早い。負ける人はいないもんな、今日。やべえ。負けてくれる。やばくない？自己紹介お願いします。はい、津から来ました、黒川ゆやとです。頑張りました。牡蠣食べたらどうなるの？普通に忘れてる。え？
全然うまい、うん、これがスタンダードだった、しっかりしてます。食べてる。なんか濃縮じゃない。じゃ食べてもいいね。十分間に合ってます。なんか普通に美味しいっす。すごいめっちゃ早い。もう半分半分から。マジでから。はい、お待たせしました。おお、生牡蠣。すげえ。食べ放題なんで。これはでも生だとガラが半分になるんだな。ガラが半分だな。ガラが半分は不利だな。とりあえず火通してください。あんま生食わんほうがいい。100% 安全じゃない。あ、で生食べる人はちょっとあの比率変えてもらってます。あ、本当？はい、あとで病院行ってどこもらって 100% 安全じゃないもんで、それも装置で食べてください。あ、これ動画近くいい。この動画、動画で、動画でいい。はい、動画で本当にすぐ当たるけど、うん、ちょっとお腹やばいからやばいんだ。お腹やばいのか。うん、これもう1個満帆になるもん。やべえ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 。いや、まさかの負けるぞ。いや、皆さん若いよね。いや、若いっすよ。30ぐらい。23? 僕にはあんまり興味ないっすか。23のことは俺のことじゃないな。あ、間違いないっす、言えちゃった。あ、そうです。僕は45で、ここ2人が27です。27、ガチビチです。待たない。ただ、あのここに二人とも奥さんがおるんで、ここが奥さんです。ここがカメラマンの奥さんです。ここは今、独身です。ここは、あの、合コンパーティーみたいなのが出てくれ、ほんとに。ここからプレミアムの感じ。プレミアム、はい、全部パンパンだと食べ比べしたい。青いパンタ、すごい。生あるよ。ちょっと噛んだわ。でも意外と取れてる。そう、これ変わらない、これ変わらない。うしょ、何の人に来てもらった方が良かったの。チャンがいっぱいやりたい。いっぱい食べる人っていうのは美味しいですよね、プレミアム。あ、全然違う。カキが違う。カキが違いますよね、味が。発酵も違う。あ、本当ですか。味が本当美味しいと思います。召し上がれ。はい、いただきます。ありがとうございます。昭和食うのに喋れ喋れよ。でもマジうまいっすね。あ、プリマイス、お前なんかやすいもん。なんかお前が言うと昨日も食いに行ってるんですよ。あ、マジ、はい、めっちゃ好きなんですよ。練習しようだって。練習しようだって。どれぐらい食べられたら採算はあるの。40個いかれたらまあまあやばいね。厳しいね。40個食べるでしょ。まあまあ食ってるでしょ。今日はちょっとあの勘弁してくださいと思ってます。ないし食うって重いからね。美味しい、これ本当に。すごいな、めっちゃ。あ、じゃあこれ入れもちょっと入れ買えますか。何も食わない。お腹空いてない。優しい。いや、僕暇なんでしょ。こっちの牡蠣なくなっちゃう。オッケー、いっぱい。めちゃくちゃ入るね。ポテトです。どんな味が違う。ちょっと味変してポテトどうやってやるの。なコツみたいなのか。全然美味しかった。すごい、もう向こう終わってる。もういや、もうバケットに飲むだよ。そうそう、はい、ギブアップ出ました。ギブアップ出ました。めっちゃ煽ってる。ギブアップ出ました。ギブアップ出ました。まだついに僕に抱かれる時が来ました。どうしたい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 。3枚目いった。安いよ。名古屋でこれないでしょ。名古屋も牡蠣食べ放題あるって聞いたことあるけど。いや、あるんですけど、ハズレが多いです。こんな方に入ったら。いや、味が違うんですけど全然違う。全然違うんですよ。全然違うんです。昨日になってお前ら牡蠣食べましたね。あそこは分かったんですけど、食べ放題じゃない。食べ放題の店と、食べ放題は、ハズレが多いっすよ。あー、ねえ、やだな。はい、どうも。ありがとうございます。お疲れさんでーす。ここの、あの、ウィンチの店の社長が同級です。中央公館の時計。しまんちゅう。しまんちゅう。ウィンチュー。ゴルフのコンペの、いつも使わせて。あ、そうそう。前回もゴルフのコンペで、ここ仕上げて。違う、スニーカントリーじゃない。鈴鹿いいわ。ゴルフやられるんですか。やるんですよ。あ、そうですか。100人ぐらいで回る。あ、マジですか。4人でしか回れないですよ。ゴルフは4人でしか回れないですよ。ゴルフいくつぐらいで回るか。
これはうまいです。僕はベスト77。もう12年くらいやってる。なんかちょっとやったりもしゃべる。でも社長は73。すごい。私ね、68から始める。今日は103です。こんな年齢もみんなからすると、遠い世界だから。68歳からできるのがすごいですよね。私68歳からそれで。今62から始める。すごいわ、60から覚えて。おちゃん、来るやな。もうちょっと行ったら、まあ、忙しくないでしょ。いやいや、ぶっちゃけ忙しい。仕事仕事、それは別に仕事するわけじゃないでしょ。いや、社長だから別になんか料理してるわけじゃないでしょ。で、その経営者としての仕事はあるけど、じゃあ現場入っとんなって。仕事入ってん、現場入っとんの。そうそうそう。なんていうんだよ。早めに立ち込むもん。その餃子の宣伝もする。あ、餃子の宣伝も。そう、餃子。全国の美味しい餃子の餃子名店とか、美味しい餃子見つけてきて、それを一つの店に集めて、食べ比べができるっていう。お答えになりましたね、餃子のね。餃子が、はい、メニューがね、餃子がね、お風呂ちゃんとお袋じゃなかったんですか。やばい、元気本当にそういう餃子でしたよ。僕も売れないじゃん。もうそろそろセクハラで訴えてもいいです。ここに証拠があるんでね。お母さん、絶対酔っ払ってますよね。まだよ。まだまだこれからだよ。いっぱい飲んだだけなんだもんね。もうなんだ、ちょっと女出してきてるもん。女出してきてるもん。今アイスクリームなし始めた。まだ色気出してる。なんか若い男が美味しかった。でもやっぱ若い男がいいんだ。パンタさんには大きい。でもね、奥様、奥さん、カンタ、可愛い顔してね、私を見てくれて。子供？旦那ですか？旦那がね。また来といてよ、お母さん。やっぱ若いのがいいな。若いのがいいな。若いのがいいから、俺のこと今度チヤホヤしてよ。それは押し付け合いで。あなたはどこ行ってもモテる。あ、ありがとうございます。なかなかモテないよね。いや、そんなことないよ。すごい。なんで、ここは奥さん。ここが奥さん。たくさん召し上がり。はい、さあ、召し上がり。食べます。いただきます。あ、開いた。もうなんか言わなくて始めた。お前ね、プライベートか。ちょっとでも全然余裕ですか。まだ、そう。何かあんま食ったらまた太るんじゃないですか。いや太らない。その、なんで20キロダイエットしよう。ビジネスが何やられてるんですか。あ、ダイエットサポートする。この四日市で、杖親指つんだよ、これ。で、その20キロ痩せたんですか。もうこうやってるだろ。30キロ。なんかコツがあるんですか、痩せるコツみたいな。ありますね。あるんですか。体内栄養素を補って、あと、代謝が上がるようなコロナ成分なんですけど、それのサプリが。まあ、そういうの飲むと運動は一切しないです。ストロークなる。運動は一切しないです。1日500個以上しか歩いてない。俺詐欺みたいなやつじゃないですよ。いや僕お腹やばいし。それはお腹なんです。これでもなんとかできます。できます。できます。マジですか。同じような食事なんだ。そうですね。こちらはお風呂に入る。なんかお母さんなんかもう天国よりマイケル・ジャクソンみたいなやつ仲良くしてるし、顔マイケル・ジャクソンにめっちゃ似てるし、なんかめっちゃ似てるよさ。あーやばいやばい。いやだからマイケル・ジャクソンみたいな顔してると、あんかまじ冷えてた体の冷えてたら、あなたが今おっしゃったでしょ、絶対に戻ってしまう。マイケル・ジャクソン冷えてるし、冷え、はい、シャワーでしょ。夏シャワーでしょ。ダメです。今日からやめてください。今日からシャワーは焼き魚を強火で焼くのと一緒なんだから、中は生でしょ。中は、それが人間の体だから生の体が冷えてるから、それを守ろうと思ってから脂肪をつける。さっきゴルフ場で体温測ったら34度ぐらい。えぇ、ー、はい、
嘘出る時に死ぬやん。嘘風呂入って、最初風呂入ってない、風呂入ってないです。あ、もうそれ急いで風呂入ってないすいません。ガンが好きなのは35度以下の体温なし。何がする？ガンガン。そうそう、それ本当に言うわ。そうそう、昔の日本人って37、8度が常温だったんですよね。そうです。37度が一番ベターだけど、なかなかそういかないから。お願い、だから36度は守ってください。ああ、まあまあ、多分普段は36度はあると思うんですけど。じゃあダメ。はい。マイケル・ジャクソンに言われたら、まあ、これはまあ、キャラ強いわ。いや、ほんと YouTube、はい、YouTube やられた方がいいです。ほんと YouTube やった方がいいですよ。僕ほんと全然アドバイスしますよ。いや、ほんとに仕事、僕ほんとに YouTube からお客さんとか、こんなふざけたことばっかりやったんですよ。僕はあの、プライベートなこととかやったりとか。だけど、仕事めちゃくちゃ増えるんですよ。あなたの人間性。うん、あなたを見て、誰が悪者に見える？みんないい人だと思うよ。これはあなたのプレゼント、私から。これは天国からの声ですか？マイコー・ジャクソンの声ですか？マイコー。さっきは一番食べても太らない。あ、太らない。食べて痩せるよ。はい。あ、3枚目いった。3枚目、ここに入れてるの。あ、こっちの3枚目か。これちょっと店つぶれるんちゃうの？まあまあ、これプレミアム？ちょっと確認確認、プレミアム、プレミアム？はい。翌日ね、体重減るよ、必ず。そうなんですか。私もこの間も減ったもん。ええ、牡蠣食べて。まあ、まだ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 、余裕だぞ、お前。まだ余裕だぞ、お前。やめろ。負けるよ、お前。さりげなく、お前らは最後のとこ来たぞ。いきますよ。おいしい。2杯目も満タンになりました。おいしい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 。プリンプリン。2杯目満タン。プリンプリン。守備いきたい。はい、いきます。おかわりください。おかわりください。おかわりください。はい。だけど、もともと、あの、チャボって結構有名だね。これ、何個だ？いや、でもさ、50人、100人入るってことでしょ？でも、まあ、これ、いろいろあってさ、もう、満タンしかないです。いや、手間いろいろあって、最期はして、最期もまた一回出直して、で、まあこうやってまたちょっと地道にやる、うん、今と前の違うところって言ったね。前は、前ってか、その乗っ取った時はやっぱりちょっと金も、金を負うじゃん。従業員もいっぱいおるし、あの、ちょっとお金を負って、で、それで給料払わなかんし、飯食わしてかなかんしってあったけど、今はちょっと人だな、人を追って、人とつながりとっていうことをやってるような感じ。だからもうあんまり広げたくもないし、まあ、なんていうの、なりでやる。そうね、カキに出会っちゃったの。まあ、カキ、そうだね。カキ380円食べ放題なんて考えちゃったの？でもカキは、本当にカキの漁師から直接飲んで、乾杯して、で、取引しとるもんで、あ、そういうこと、直接。ああ、そういうことね。あ、じゃあどこでもかんでも食べ放題なんかやれんぞっていう自信があるんだ。そうそうそう、だからこんなにね、あの、やっぱあんただから入れるわって言ってくれるし、あんただからちょっと他を回して、他断ってもこっち入れるわって言ってくれるもんで、そうやって商売、やっぱり人大事にしなあかんなっていうのは今思うね、本当思うな。めちゃくちゃいいね、この話は。だからもうこの柿はもう絶対よかいしや、絶対でこの値段で出せないって自信がある。いや、でも牡蠣おろしとるで、もう俺も人の別の飲食店に、うん、持っちゃったよ、俺。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。対決した人はみんなこっちに並びましょうか。いいですか、これだけ。あ、確かに。こっちから取ろうか、こっちから取ろうか。はい、じゃあ、まず、まあ一番左のカンタからいこうか。はい。これでもまあまあ食べたっすよ。1個半1個半もないね。これが多いのが好きなのよくわからんの。重さが結構取るか。これ何個くらい食った？いや、多分20個入っとるね。20個入っとるね。20個ぐらいかな。だからこれだったら儲かるんだ。あ、儲かる。負けたー。ありがとうございますって言われてるもん。お前何人？お前全然やる気ねえじゃん。違うんです、これ中に詰まったんですよ。中に詰まった。計算しとったら42個なんですよ。いや、もっとでも大して変わらんよ。いや、なんならカンタの方が重たいよ。
パンツの中にパックレモンが入ってます。おーまあいい気だよ。うわぁ、なぁなぁ、もう2、3、10個ビールに入る。あ、そう、そうね、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、店側が儲けありがとうございます。松田さんも変わらない。松田さんも変わらない。松田さんも変わらない。松田さんもダメでしょ。これもなんか少ねえしょ。1箱も。ありがとうございます。ありがとうございます。相当いっぱいですけどね。これぐらい来るとちょっとあれだね。そうね。すごいね。ちょ今日だったらもうこっから違う。マイクはやばいからね。マイクはやばいからね。12歳こんな長い。すごい。もう2個埋まるぐらいだもん。じゃあしかもビール何杯飲みました？2杯。おー。82歳元気やわ。すごい。お仕事はダンスの講師ですね。勝手に決めつけすぎた。でもなんかあのお仕事なんかされとるっていう。はい、ヘトリー健康の冷えを取る仕事。冷えを取る、はい。で、そういう指導とかしてるんですか。そうなんです。近くでこのあの YouTube 見て冷えがあの苦手な人とか、なんかサイトみたいなのあるんですか。絶対一番言う言葉はね、はい、シャワーやめてお風呂に入ろうね。はい、お母さんおやすみなさい。ありがとう。まあ、ぜひ概要欄にあのインスタとかやってます。フェイスブックからやってるのかな。はい、はい、やってます。あ、貼ってきますんで。はい、おぉもう一気にレベルだから。おぉよー、これはすごいよ。すごい、もう2個満帆の。これもバケモンだよ。まだ食べれますね。でもでも、でも都合上ね、90分超えちゃってるもんね。そう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 。お仕事何されてますか。はい、エビナッツ。あの、食べ放題嵐。食べ放題嵐ですか。今日から家事はナンバーワンですね。ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。まあ、概要欄に貼ってます、ね、あの、なんか喋れてなさすぎだから。ありがとうございました。はい、このまま、このまま締めとったらいいんじゃない。まあ、これでもう締めじゃない。じゃあ、じゃあ、これ下また見てみよう。岡部さんお願いします。じゃあ俺あんまり関係ないけど。勝ちでしたね、女性陣。いや、普通に楽勝だもう勝ちに。でもすごい出たがりよ、俺もういいやつか言うて。お前、出たがりでまとめとんなよ。今、岡部さんやってくれてるからそれ。さあ、じゃあちょっと動画が上がると思うんで、ちょっとお店の名前だけ。はい、琉球ダイニング風通し饅頭、4月松まで牡蠣食べ放題してます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあせーの、また見てね。また見てね。はい、カメラ回った。オーナーも、はい、カメラ回ってます。はい、はい、ね、これはもう離れでタバコ吸えるの。そうそう、うちの喫煙所。いいね。喫煙所言うてもさ、大体あの外で灰皿を借りて、うん、でそこで寒い思いして吸わなかった。こたつでこうやってゆっくり飲んで食べて吸える。ここでも飲めるっていうのがまたいいよね。これはいいとこないっすね、うんうんうん、すごい中で飲み込んだ。これ隙間さ、じゃあそう、中で飲んだんですか。今中で飲んだんですか。もういきなり屋台でもいいんだ。いきなり屋台でもいい。なんで屋台の常連さんで。屋台専門の。はい、ケチちゃんで。捨てるところ。あのちょっといいもの見せたいですか。あれ。こういうものがあって。30日間定額制飲み放題パスってやってて。この。すげえ。30日間何日来ても90分飲み放題がついて1ヶ月4000円でいいの。なんでそんなことができる。これね、 YouTube 見た人は全員欲しいって言ったら配る。うん、配るけど赤字。買わないといけない。でも1ヶ月4000円。何枚でも発行しとんの。そうそう、何枚でも。常連さんだけ。あ、だから常連になるじゃん。これ、ね、4000円じゃ赤字じゃん。それっていつまでもずっとそれでもいいですか。その代わり、あの料理は2品頼んでくださいっていう条件があります。あ、別で。はい、でお席料を350円くださいっていうのがあるんで、うん、それだけです。うん、でも4000円です。1ヶ月の飲みが4000円です。一ヶ月の未来4000、30日間、90分、90分ずっと激アツじゃないですか。うん、毎日なんか楽しくちょっと過ごすって話できればいいじゃんぐらいの感じで、あ、そういう感じ。人生を豊かにするパスポート。
素晴らしい。人生を。あ、そうだな。パスポートです。こうやって上で食べて、ちょっとタバコ吸いたいって言ったらここ降りてきて、だよな。アル中製造パスポートって。